どうも、ジョイです。またエイリアンアイソレーションをやっていきたいと思います。あともうちょっとでクリアだといいなというふうに思いますけれども、確かここでできたんだよね。 OK、 ちょっとアイテムがすごい心配なんですよね。なんだ、リカルドとの通信が切れた。パイプオームが作れるぞ。作っときましょうか。とりあえずすぐに襲われまい。ちょっと待ってね、ここで作れるものは作っておくと。 OK で、メディキットをいけるね。 OKOK、 意外とダメージ食らうんですよね。なのでしっかりと準備を整えて、ちょっと非常に不安なのがファイヤーがないというね。また悪夢がちょっと始まってしまったので、なるべく別の武器でねエイリアンと戦っていきたいんですけれども、あれ、あ、これもう持てないんだ。ノイズメーカーは、あ、これ持てる量が決まってんのかな、総合の。なんかそんな感じだね。はあ、他のアイテムを拾えるように作っておきましょうか。使っちゃっておきましょう。 OK。 じゃあね、ファイヤースロワーはちょっと怖いので、ふむ。おお、エリアいた。なんか吸い込まれてるよ。エリアは微動だにしてませんね。微動だにされてない。ちょっとどうすりゃいいんだろう。ちょっと待ってね、行かなきゃいけない方向はリカルドの方に戻らないといけないので、どうしてもエイリアンと遭遇せざるを得ない。ノイズメーカーを使ってやるか、どうしような。できればね、気づかれないようにしていきたいんですけど、やば、あ、バレた。来いよ、これで対応してやるよ。ほら、オッケー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 、聞いた。聞いたけど、ちょっと待ってね。ちょっと俺ここ入るわ。はいよ、ここ入ってですよ。うまく当てればなんとかなりますね。多分ね、出てくると思うんだよね。いけるかな、すぐ。ここささっと出たらすぐ右曲がってゆっくり進んでいけるかな。上歩いてるね。またね、抜群のタイミングで出てくると思うんですよね、私が出た途端にとか。どうしよう。今はね、一直線上に走ってきてくれたんでよかったですけど、エイリアンどこにいるのかな。向こう側にいるね。分かった、じゃあノイズメーカーを使っちゃおう。ここでここ開く、うまく開く。ははは、ちょっとまずい。よかった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 。で、とりあえずですよ、私の上にいらっしゃるみたい。これをね、あっちの方に投げておいて、それ。そうすると多分エリア向こう行くと思うんですよ。で、その隙をついて、よいしょ。行けるかな。バレないようにしていけるかな。もうちょっとでたどり着ける。セーブはちょっと後ででいいや。今バレるともう多分終わりだと思うので。はい、 OK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 。 いやー、
ねえ、あの解放射撃がもっと弾があればバンバン使っていくんですけど、まあバンバン使ったおかげで、今はもう残念な状態なので、モトロフをノイズメーカーも作っとくかね。これ何が足りないの？なんで持てないんだろう。なんかね、作れませんって出てるんですよね。インサフィシェントスクラップ、あ、スクラップが足りないのか今度。あ、なるほどね、スクラップが足りないか。あんだけあったスクラップはないので、ここはまっすぐ行けばいいのかな。セーブしたかったんだけど、どうだ、たどり着けんのかな。無理してでもセーブすべきだったか。おお、すごいすごいすごい、上歩いてるよ。ちょっと気づかれないようにしていきますね。リカルドさんは、あら、リカルドさんやられちゃったみたいですね。ちょっと待ってね。はい、なんでいつの間にあなたそこにいたの。この野郎、いやー、大丈夫だったのかな。生き残ったみたいだ。ちょっとまずいなこれ。たどり着けるかね。音楽が変わっちゃったよ。セーブしたい。あ、さよなら。あ、自殺しちゃったみたい。いやー、セーブしたかったんだけどな。すいません、もう一回してください。やっぱセーブした方が良かったかな。エレベーターで自動セーブされてることを祈る。いや、ここからか。すいません、くそ、悔しいな。セーブしていくべきだったか。ちょっとね、ハマるのが怖いんですよね。例えばエイリアンが隣にいる状態でセーブできたとしても、その後直後に殺されたら、エイリアンが隣にいる状態から多分スタートせざるを得ないんじゃないかなと思うんですけど、その時に火炎放射器を持ってないと多分ね、抜け出すことできないんじゃないかなと思うんですよね。どうしよう。せっかくうまく抜けたと思ったんだけど、やはりうまくはいかなかったようだと。ちょっとモロトフだけ作っときますね。はい。ゴリ押しでセーブしてもいいんですけど、なんかそっから出られなくなっちゃうとまた困っちゃうなっていうね。エイリアンもビクともしないんですね。吸い込みにも。どうしようかな。さっきのやり方で抜けて、どうしよう。これここで一回戦わないとダメっぽいよね、でもね。見てる限りは。あっち行くのかな。あー、来た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 。ちゃんとうまく当てられるといいんだけど。あれ、どこ消えてったよ。いやあっぱれ、あっぱれだよエイリアン。あっぱれ、参ったねこりゃ。はぁ、もうちょっとね、どうしよう。今のはちょっと運が悪かったですね。しょうがない。後ろ、どっちにいるのかね、わかんなかったんですよね。前じゃないから後ろかと思った時には、ちょっと手遅れということで、テイク3になってまいりました。さあ、久しぶりの死にゲー化ですね、これは。ちょっと深夜なので、もしかしたら続きを明日にしちゃうかもしれないですけれども、ちょっと心が折れそうなのでね、今。これ3回目でしょ。どうしよう。あそこでセーブしたいね、とりあえずね。なんとかうまく。ノイズメーカーを2個使えないから、それが辛いところだね。はい。じゃあ、ノイズメーカーじゃなくて、モロトフだけ作って、ごめんなさいね、何回も。
や、まだ死にますよ、多分。もうバッチリ。バッチリ死んでいきますんで。さっき帰ったのラッキーだったんだけど、やっぱ甘く見てましたね、ちょっとね。どうやって抜けようかな、ここ。来いよ。これとりあえず一回撃退して、あの弁当の中に入りたいんですよね。さっきの戦法が一番安定してるんだけど、ゆっくりゆっくり進んで、とりあえずこの中入る。それで、ノイズメーカー出して、あー、ちょっとやばいな。上にいらっしゃるみたい。どうしよう、これでまたどっか止まってんな。あっちの方にポイッとして、で、エイリアンが気を取られてる隙に、エイリアンが気を取られてる隙にささーっと行って、走ると多分一瞬で追いかけてくると思うんで、ここで一回セーブします。頼むからセーブさせてくれ、すぐ。はいよ、OK。 それでここを押す。はいよ、OK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 。とりあえず、とりあえず大丈夫だね。あー、抜けた。あー、よし。とりあえず死んでもそこに戻ってこれるんで、ノイズメーカーがなくなっちゃったのはちょっと痛いけど、ちょっと火炎放射器が使えないので、うまくやっていくしかないですね。で、リカルドさんが死んだのを確認してからなんですけど、エイリアンがランダムなので、どうしよう、ここ入れんのかな。いやー、ロックと。これでエイリアンが来たんでしょ。じゃあここちょっともうしょうがないから抜けようか、これ使って抜けようか。1回分はいけると思うんだけどな。ダメかな、25じゃ多分2回ぐらい放射すると多分燃料切れちゃうんですよね。リカルドさんは五輪中でしょ。ちょっと待ってね。いうことでですよ、もしここでノイズメーカーを作れてとしても、私の後ろに投げて前から出てきちゃったらもうどうしようもないんですよね。なのでどっちにしろノイズメーカーは使えないと思うんですよね。で、どっちに行けばいいの、これ。これそのまま右に行かなきゃいけないのね。え、いるんだ。あー、言ってくれた、ありがとう。マジ助かる、マジ助かるわ、それは。それは嬉しい。マジでいじめはやめようよ。ちょっと休憩。この横にあるのね。ホーリーホーリーシット。ちょっとどっか歩いてるね。来るかな。あっち行ったのかな。いやー、まずいまずいまずい。セーブしに行くか。今消えてるけど分かんないんですよね、これ。セーブゲーム。早くしてくれ、頼む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 。よし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 。もう弁当の中に入ったと思った方がいいですね、これ。そしたら、そうするとだよ、俺が行かなきゃいけないのは一体どこなのかと。音楽が恐ろしいや。ごめんなさい、音一切立てたくないので。歩いてるね、下入ってきたね、多分。マジかよ、ちょっとなんでこっち来んの。鬼でしょ、ちょっと
鬼でしょ。俺にどうしろと言うんだよ。スポッティングされてるってことかな、これ。うわ、来てるし、もうちょっと、なんで脳死の字ついてくんだよ、お前はよ。気づかれてない、気づかれてない。いや、すごいね、すごいわ。スクラップ、なんとか逃れたけど、ちょっと待って、ここしか行く道ないよね、多分ね。参ったな。どこから来てもおかしくないシチュエーションですからね、これ。ゆっくりで、ゆっくり行きますんで、ごめんなさいね。とっさにね、当てるのも無理だと思うんだよな、俺。これにしてもモトロフで行く。この明かりで見づらいし。さてと、Away to the Solomon's Habitation Tower だって。長いな、これ。これ長いよ、これ。ちょっと待ってね。サーチだけさせて、スクラップ。いや、見づらいな、これ、持って歩くと。あー、できちゃった、エリア。どうしよう。ここじゃ太刀打ちできないね。参った。参りました。もう入ってきたら参ったという。入ってくるんじゃないの、これ。入ってくるかな。ちょっと待って、もう先に進めないやんけ、これ。まだうろうろされてる。撃退しろってことなのか。うわ、いるいるいる。どうしよう、これ。入ってきた。入ってきてない。いやー、困ったね、これ。ノイズメーカーを一応作っとく。はい、よ。ただね、ここで当ててもダメだと思うんだよな。なんとか生き残ってますけど、ノイズメーカーをこの部屋に投げたら入ってきちゃうもんね。やばい、やばいよ、これ。どうすりゃいいんだ、これ。マジかよ。あ、どっか行った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 。本当に安全なのかがわからないし、これ炎で見えないし。ちょっと待ってね。はあ、しんどいな、これ。とりあえずだよ、うまくはいってるけれども、エイリアンがどこから出てくるかによって大きく変わります。なんだなんだ、前にも。ちょっとエイリアンさん出てきちゃったみたいだね。ちょっと待ってね、ここはどこ。あー、行き止まりかな、これ。だよね。もうちょっと先進めばベントで向こう側に行けるんですけどね。困ったな、これ。あ、ベントがあるじゃん。知らないベントが。さあ、これがどこにつながる。あ、隣の部屋につながってる。ラッキー、ラッキー。つながってるの、これ。よいしょ。
さあ、緊張ですね、これ。あら？ちょっと待って、オープンと、多分目の前にいる。いやー、ポンコツレーダーが。聞かないのか、ここじゃ。ちょっと、どうしよう。敵の位置がわからないので、非常に不安なんですけれども、ここ出たら、すぐ右の方行って、あの弁当に、下の方にある弁当ね、この弁当に入って、こっち側まで行っちゃえばなんとか行けると思うんですが、どうだろう、この弁当の中にノイズメーカーを出しちゃうと、弁当の中に入ってきちゃうのかな。それか向こうの部屋に戻ってノイズメーカーを向こうの部屋に投げて、私はこっちに行く作戦。それが安全第一ですね。そうしますか。じゃあすいません、ちょっと戻らせていただきます。で、ノイズメーカーを出しの敵の位置がよくわからないので、まずここに投げるよね。そして私はモロトフ、モロトフだって、モロトフに切り替えて、まさかと思うけど弁当の中を使ってこないよね。 OK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  で、この部屋には多分いないはず。開いてくれ頼む。大丈夫なのかな。ちょっとこれは早歩きで。うわマジかよ、開いてねえのかよ。トーチつかないと、これはちょっと悲劇ですね。見つかったかな。歩いてる、早く切ってくれ、頼む頼む頼む、早く、ちょっと時間かかりすぎだって。いやもうこれダメだね、多分バレるでしょ普通に。バレなかった、バレなかった、超ラッキー超ラッキー。ちょっと諦めた半分。はあ、それで一応そこまでつけるね。またノイズメーカーが欲しいところだけど、一応作れるね。どうしよう、またここの部屋に投げてから行く。そこがちょっと難関なんですよね。出口が近いので、逆にエイリアンを呼び寄せない方がうまくいくかもしれないし。あ、でもこっち側に出る入り口もあるのか。あれ？ちょっと待って、これ、行き止まりじゃないよね。そうだよね、オッケーオッケー。で、この先に右に曲がれるといいんだけど、うわー、何この部屋、大丈夫なのかな。多分ね、エリアンすごいついてくるんですよね、やっぱり。なんか嗅覚が鋭いのかなんだか知らないけど、なのでいきなりそういうところからね、ちゃんとついてくるんですよ、この子。ちょっとアイテムだけ、ちょっと待ってね、ここは違うのか。ちょっと待って、こっち行ってもうちょっと向こうか。なんか開いてないんだけど、どういうこと。あら、スモークボムレベル3なんていらないんだけど。ファイアフロー、ああいいねいいね、手に入った。50あれば1回は使えるでしょ。ちょっと待ってね、ってことはだよ、やっぱり向こう側から行かなきゃいけないってことね。なんだ、リスクを犯した意味ねえやんけって話だよね。
この部屋はどこに繋がってるの？そしてちょっとごめん、聞いてる暇ないわ。ちゅうことはだよ、もうちょっと先に行かないといけないのか。どうしよう、あそこのドアが開いてないとは思わなかったからちょっと予想外でしたけどね。うわ、またここも。そして近くにいるエイリアンさんというね。さあどうする。いや近く歩いてるね、バッチリ目の前いるよ多分内地で絞って考えてるんですけどね、やつはねなかなかしぶとくてね。じゃあ分かった、そっちの閉まってる部屋にノイズメーカー出してそっちに行ってもらう。それで向こう行くかな。ちょっとそれ試してみましょうか。それでダメだったらちょっとスロー、解放砂利使って無理やり出るしかないですね。ここにノイズメーカーをポイッチョなして、そこら辺にポイッとで動いてくれることを期待して、ちょっとこれまた合わせるの難しい。バックグラウンドミュージックがすごい大きい音なので、いやここで見れないのも辛いよね。多分ねエイリアン上行ったんじゃないかな。いるないるないるな、ちょっともうやめとけやめとけ、もう出るな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 出ないでくれ、頼む頼む。開いたらこんにちはっていうパターンは一番嫌だ。どこに行ったんだか分からなくなってますます不安になるというね。近くにはいるみたいだね。さあちょっと待って、超緊張してるんだけど、あともうちょっとなんだけどな、セーブポイントもないし辛いね。あはは、いらっしゃいませいらっしゃいませ、だから戦うしかない、戦います。こんなの、いやーもう限界だねこれね。限界もいいところなんですけど、それでここに乗れば終わりだ。ちょっと早く押させてくれ。よし、たどり着いた、たどり着いた。最後もう戦えばよかったかな。でもあそこセーブしてなかったんでね。ということでちょっとここで一回切りたいと思います。すいません、時間かけすぎました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。